どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はどういうお話をするかっていうと、また iPhone X 買いましたっていう、そういうお話になります。この動画を初めてご覧になった方、僕のチャンネルを登録してまだ日の浅い方は、iPhone X に戻したってどういうことっていうふうに思うかもしれないんですけども、僕はですね、 iPhone X を買って、その後 iPhone 6S に戻して、その後また iPhone X を買ったっていうことをやりました。はい。で、あなたからしたら、なんでそんな面倒くさいことしてんの、10から6S に戻してまた10に戻すって、バカなのっていうふうにちょっと思うかもしれないんですけども、それはですね、もう僕も認めてます。はい。なんか下手な買い物しちゃったなっていうふうに思ってますんで、はい、そこは認めてます。じゃあ僕が今から10から6S に戻して、さらに10に戻したっていう、まあそういう流れをですね、ちょっとお話ししていこうというふうに思います。まず2017年の11月頃ですね、iPhone X が発売されまして、で、僕は発売当日に近くのソフトバンクショップに行って iPhone X をゲットしました。初めはもう Face ID だったり、このベゼルレスの画面であったり、有機 EL ディスプレイのその美しさであったりっていうのにも感動して、うわこれすごいよっていう風に思ってました。なんですけど、1ヶ月使ったあたりから徐々にやっぱデメリットが見え始めてきました。具体的にどういうデメリットかっていうと、やっぱ高いので、下手にこう傷つけたりとか落としたりっていうことができないと、落とさないように慎重に慎重にとかってやってたり、まあそれが単純にストレスに変わっていました。はい。っていうのと、この角度でもうFace ID がアンロックされないんです。なので、こういちいちよいしょって持ち上げないといけないっていう、そのめんどくささっていうのが、こう指紋認証に比べてあったので、使いづらいなぁなんていうふうに思ってました。で、思ってた時に家族の一人がこの 6S を持っていまして、 6S プラスじゃなくて 6S を持っていまして、ちょっと触らせてよって言って、ちょっと持たせてもらいました。そしたらやっぱり指紋認証めちゃくちゃ便利だなっていうふうに思いましたし、レティナディスプレイだし全然綺麗に映るじゃんっていうふうに思いましたし、そのカメラ自体も撮影なんかはこのカメラで撮っているので、まあそんな、まあこれぐらいの画質あれば全然いいでしょうっていうふうに思いましたし、まあなんせ軽かったです。10よりも圧倒的な軽さを感じたので、なんか 6S で今の自分は十分じゃんって思いました。なので、10を売却して 6S をゲットしました。はい。で、それから3ヶ月ぐらいですね、使っていたんですけども、僕のこのチャンネルの、成長とともに、ライブ放送をする機会が増えてきました。はい。で、ライブ放送をこれでやっていたんですけども、まあ画質が悪いということで、ライブ放送している時のその視聴者の皆さんはなんかこう、音もいいよとか画質も良くなったよみたいな感じで、すごい温かくなんかサポートしてくれる感じでこうご覧いただいてたんですけども、配信する側からしたらやっぱりいい音、いい映像で届けたいということで、6S のそのスペックがですね、もう一瞬で気に入らなくなってしまいました。はい。あと、これでライブ配信して、ライブ配信が終わった後っていうのは、ちょっとこの iPhone の中、iPhone の中でアップロードすると思うんですけど、ちょっとこの本体で処理してます。で、その処理に時間がかかったりとか、その処理中に熱暴走みたいなして、アップロードできないんですよ。僕はライブ放送をしたいってなった時に、6S だと、もう圧倒的にスペック不足ということが判明しまして、なのでもう 6S はもう売ろうと思いました。で、ここまで聞いたあなたは、いや、そのライブ放送はスマホ1台でやるんじゃなくて、ちゃんといいカメラを使ってライブ放送すればいいじゃないですかっていうふうに思うと思います。で、僕もそれを考えまして、こういう感じでHDMI ケーブルと映像をキャプチャーするためのエルガトさんのカムリンクをまあゲットしまして、で、これでよし、パソコンにつないでライブ放送しようっていうふうに思ったんですけども、まあ僕の扱い方だったり、その知識不足でどうしても2、3分の遅延が発生してしまうので、そう、なので僕これは若干の諦めですね。もうスマホ1台でライブ放送しよう、まあそっちの方が身軽だしライブ放送しようというふうに
決めてました。あとその、まあ、僕お散歩好きなので、まあ、よくその動画チャンネルの中で他の動画でもこうお散歩してる雰囲気、お散歩してる動画をアップしたりしています。で、まあ、視聴者の方からそのお散歩しながらライブ放送したらいいじゃないですかっていうふうにアドバイスをいただきまして、あ、それいいなというふうに僕も思いました。で、僕はライブ放送するためのスマートフォンを探し始めたということです。で、選択肢としては7プラスと、8プラスと iPhone10 と、で、あとまあ Galaxy の S9、S8 っていうのがありました。 YouTube チャンネルで小野田さんっていう方がいまして、空港の様子だったりとかその飛行機の機内の様子だったりっていうのを、まあ、シェアしてる方がいるんですけども、その方が iPhone10 をゲットして、で、それでちょっとライブ放送してみたっていう動画があったんです。で、それを見た時にうわ綺麗って思いまして、そう、普通に綺麗と思いまして、音もいいし、その小野田さんも空港なんかでサクッとライブ放送だったりその動画を撮るような人なので、手軽にこうライブ放送できちゃうような、まあ、そんな人になりたいなと思って、まあ、僕も小野田さんのパクリ真似じゃないですけども、この iPhone10 にしたということです。なので、これからライブ放送するときはいい音、いい映像でお届けできると思いますし、ライブ放送が終わった後もすぐにこの中で処理して YouTube 上にアップして、まあ、すぐにアーカイブを確認することができると思いますし、家の中のライブ放送だけではなくてこう外に行った時なんかでもライブ放送ができると思いますんで、まあ、これからもちょっと YouTube のその撮影環境なんかもブラッシュアップしながら、これからもやっていこうと思いました。まあ、僕が初めこの iPhone10 買いましたって言ってそれをこう動画でシェアしたのは、まだチャンネル登録者数が1300人ぐらいしかいなかったので、なんかそのライブ放送をすることになるとは思ってもいませんでした。そう、でも2000人とか2000人、2500人、3000人超えて、よしライブ放送しようってなった時に 6S じゃ全然こうスペック不足だったので iPhone10 を戻すことにはなってしまいましたけども、そうで、なんかそのスペース ID のその使いづらかったりとか、その落としちゃダメだ、傷つけちゃダメだっていうそのプレッシャーを感じてるっていうのは、まあ、もちろんあります。それは消えてません。でもそれよりもこの綺麗な映像をお届けできるようになったっていうのと、やっぱ処理速度が上がったっていうメリットの方が今はすごく強く感じるので、僕はこれに戻してよかったなというふうに思ってます。満足です。そう、あと画質でエクスペリアのやつがいいのありますよですとか、その S8、S9、Galaxy ですね、それも全然いいんじゃないですかっていうふうに思うと思うんですけども、本当にこれはApple信者あるあるだと思うんですけど、パソコンとスマホを連動させた瞬間にもう他の製品にはいけなくなっちゃうっていうか、スマホとパソコンを連動させた瞬間にもうそれが便利すぎて他のスマホ、Android に移行できませんから。なので僕はアップル信者、アップルゾンビであるということはもう認めてますんで、そう、はい、まあということで言いたいことは言えたかなというふうに思います。今週のライブ放送はちょっと仕事の関係でちょっと難しいんですけども、来週の日曜日の22時半からまたライブ放送させていただきますので、その時にこれでやって、映像だったり音だったり、そのアップロードまでの処理速度がどう変わるのかっていうのを、まあ、実際にやってみて、まあ、それで見ていきたいなというふうに思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。ということで、今回の話もちょっとでも参考になりました、面白かったですというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。